こんにちは。ピアノ元山智樹です。棚からひとつまみ。本日も行ってみたいと思います。本日はこちらですね。じゃん。ちゃんとつって。はい。じゃん。というわけで、ピーター・マドセン・トリのザ・リッチ・フィール・スイートというアルバムを紹介させていただきたいと思います。こちらですね、ピアニストのピーター・マドセンのピアノトリオで、またピアノトリオですね。ピアノトリオ大好きですね。ピーター・マドセンピアノと、あと、ベースが、アンディ・マッキーというベーシスト。そして、ドラムがジェラルド・クリーバーという3人のピアノトリオで、こちらは2009年。これ4月ですかね。あ、違いますね。あれ、まあいいや、2009年に撮った、これライブ録音ですね。ライブ録音のアルバムになっております。で、曲はですね、インタールードも含めて全部で11曲入ってまして、で、全部こちらピーター・マドセンがアレンジというか作曲 した曲を演奏しているとのことでした。こちらの、ピーター・マドセンですね。オーストリア出身のピアニストみたいですね。だから、なんかオーストリアっていうとこで、ピアノトリオってここで買ったんだと思うんですけども、クラシックを始めて、割と、もう80年代から、活動されてたみたいですね。私は、そんなに、ちゃんと聞いたことがなかったので、ちゃんと分かってなかったんですけども、80年代ってスタンゲッツの、ヨーロッパツアーに出てたみたいですね。あとケニー・ギャレットとかね、そして意外とって言ったら失礼ですけども、やはり80年代からニューヨークにいたので、その著名な、ね、ミュージシャンと共演も多くて、ランディ・ブレッカーとかね、あとドン・チェリーとかジョージ・コールマンとかラビ・コルトレーンとかね、あと、そしてケニー・ギャレット、スタンゲッツ、ベニー・ゴルソンとかデイビッド・リーバー、デイブ・リーバーですね、クリス・ポッターとかね、デューイ・リットマン、スタンリー・タリタリもたくさん共演されてますね、というピアニストでございます。で、ドラムの方はちょっとそんなに情報は今パッと出てこなかったんですけども、ベースの、ベースの、アンディ・マッキーさんですね。アンディ・マッキーさんも、ペトルチアニとか、あとミンガスビッグバンドなんかね、参加されてるベーシストで。で、こちらの3人で。ちょうどこのアルバム、そのライブ録音って言ったんですけども、アメリカのコネチカット州で、あ、夏に関してというか4月じゃないですね、8月ですね、8月のリッチフィールド・ジャズ・フェスティバルというね、ジャズ・フェスティバルで演奏された、あ、2008年に演奏されたものを2010年にアルバムとしてプレイされたみたいですね。で、だからまあタイトルがまあリッチフィールドスイートってなってるのはそういうことだと思うんですけども、全体的に結構なんかパワフルな演奏が多くてですね、パワフルかつ何ですかね、東洋的な、なんかオリエンタルと言いますか、なんかこうヨーロッパとかアメリカっていうよりはなんか東洋な感じの、なんか不思議な音の響き、かつすごい大胆でパワフル なんか演奏が多かったですね。あと、ジェラルド・クリーバーさんね、今日のドラムソロとかも結構素晴らしかったですね。あとそうですね、ちょっとフリーっぽいところも、なんですか、ちょっと激しいフリーみたいな演奏も入ってますし、もう全体的に本当にさっき言いましたけど、パワフルな演奏となっております。オーストリアね、音楽の都ですけどね、一度行ってみたいですけどね。
はい、そんなわけで、本日はピーター・マドスントリオの The Rich Feels Sweet というアルバムを紹介させていただきました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回、さよなら。